今日は笠形山に登ります。ネイチャーパーク笠形の方から、大谷の方から今日は登っていきたいと思います。朝7時から出発です。ちょっとこの林道が長いんですけども、ここをずっと行って登山口の方に向かいたいと思います。駐車場のところから林道をずっと歩いてきたんですけど、そこ30分ほどかかりました。で、今ここ龍ヶ滝コースの入り口です。ここから登っていきます。今回は兵庫県多可町の笠形山に登ります。ネイチャーパーク笠形からの龍ヶ滝コースを選びました。こちらのコースは迫力のある滝や沢渡り、龍の瀬など見どころもたくさんあります。台風の影響ではしごが流されて水かさも多かったので少し危ない沢渡りになりましたが、山頂からの展望は素晴らしかったです。渡るんやわ。これよ。そうやわ。冬でもここは雪が降ってもすぐ消えて積もらず、雪が昇り熊もここで冬眠していたと言われる。ここら辺のことかな。木でなんか埋もれてんな。うん、ここのことちゃう。うん、
だいぶ多いな。怖いな。怖いね。よっしゃ、よっしゃ。あ、道路出た。あんまり野宿飲みにする。大きい。ちょっと乗ろうな。でかいから。向こうやろ。すごい。五重の塔なってるやん。なあ、五重の塔がある。20分やって、あと、うん、あと20分。重曹の尾根道に岩が並んでいる様子から龍の瀬と呼ばれています。39メートル。39メートル。ザックが焦げてしまいました。今日初めてパワー森林光をつけてみたんですけど、あの中に蚊取り線香が2本入ってて、それ知らずにつけてしまったらえらい温度になってザックが溶けてしまいました。今下山してきました。朝7時半から登り始めて今1時半です。あ、お昼の1時半です。なのでちょっと6時間ぐらいで降りてきてます。ザク焦げたよ。それどうする？しばらく使うって言ってます